マンディラ・ベディは、インドの女優、ファッションデザイナー、テレビ番組司会者。1994年のテレビシリーズ、シャンティで知名度を上げた。その後も、オーロット、デュッシュマン、キュンキサスビー・コビー・バフティーなどに出演し、クリケットワールドカップ、ICC チャンピオンズ・トロフィー、インディアン・プレミアリーグなどのテレビ中継司会者としても、活動している。1995年に、 シャールク・カーンの DDLJ ラブゲット大作戦で映画デビューし、これ以降もヒンディー語映画を中心に活動している。2013年にサリー販売店の経営を始め、2014年のラクメファッションウィークでファッションデザイナーとしてデビューした。また、ペトの人造比較推奨プロモーションに参加している。1999年2月14日にラージコーシャルと結婚した。 2011年1月27日に妊娠を発表し、6月19日にムンバイのリラバティ病院で息子を出産した。2013年に養女を迎えるための養子縁組の申請を行った。マンディラ・ベイディとラージ・コーシャル。ありがとうございます。